こういう感じに曲がってる。しかもアーマウント上げるとこう、あのオーディオレンズっていうのがついてて、僕はカスタムでこういろんなパターン入れてて、あと青春病、これずいぶん良くなりましたね。どんどんね、オゾンはこ あのアップデートを重ねるごとにですね、臭さがなくなってくるっていうかね、このオゾン11になってなんかすごくここら辺は使いやすいですね。はい、どうも。今日はですね、最近、ちょっと話題になっているオゾンですね。オゾンの11が出たということでですね、僕も早速アップデートしたんですけど、あのまあずっとまあ10とかね、まあ9とかずっと使ってきてですね、まあ今回まあ1年というね短い期間にアップデートしたということでね、いろいろ話題にはなっておりますけども、ちょっと僕も結構もうちょっとね10に比べて重くなってるんですよね。だからちょっと2ミックスで、僕はまあだいたいギリギリまで、CPU ギリギリまでこのプラグインとか使っちゃうので、今日はちょっと簡単にね2ミックスのものをね、今まで僕が作ってきたものの2ミックスのがどのくらい変わるかっていうので、ちょっとさっきいじってたんですけどね、結構いい感じになるんで、ちょっとこれちょっと聞いてもらおうかなと思います。で、僕のまあ最近作ったシクレシクレという曲があるんですけど、ちょっと聞いてもらいますね。お前のつぶやき見たくもない削除したくても無理さ長い、まあこういう曲ですね。これをちょっとプラグイン、まあ、オゾン11をかけていこうかなと思いましてですね、今じゃあねサビのところら辺にしようかな。シクレ仕事モール仕事、まあここら辺をちょっとループさせてですね読み込んでいきたいと思います。仕事もラーニングをしてね、シクレシクレ人生も結構ね変わるんですね。なんかいきなりいい感じになったと思いますよね。仕事も恋愛もしくれしくで、切ったり入れたりしてみますね。人生も湯に及ばず仕事も恋愛も、はい、全然ボリュームも下がるし、ね、パンチがないですよね。ちょっと頭から聞いてみますか。お前のつぶやき見たくもない、これが切った状態、したくてもはい入れた状態、無理さ長い振りしてるメンタル崩壊を、このクラリティっていうのがね結構、まあこれはあのホームページとかによると、そのいろんな EQ のポイントをね、何百という EQ のポイントを徐々に上げてきてるってことなんですけど、このねデルタっていうところですけどね、どこがどう上がってるかわかるらしいんですよね。ね、こういう感じに曲がってる。しかもアーマウント上げるとこう0になると0 25でしたね。嬉しくれ仕事もよく使ってるこのねグルフですね、これに近いですよね機能として。例えばこれちょっとまあオゾン切って、お前のつぶやき見たくもない削除したく、こうねクラリティ近いですよね、このアップしてあのハイが上がってる、でも無理さ長い、まあこれも同じですよね、このこのゴートパーティクルね、これも機能としては一緒ですよね。いいふりしてる、まあこれ切った状態。
一緒ですよね。僕が聞いた感じはあんまり変わんない気がする。うん、すごいな。リクレシクレ仕事も恋愛もシクレシクレ人生もユニを呼ばず。うん、でもこっちはゴッドパーティクル。リクレシクレ仕事なってきた気がしますね。オゾン11位で、あ、面白いね。リクレシクレ仕事も。じゃあちょっと他の曲で試してみますか。じゃあちょっとサマータイム。サビでさすらいながら、これちょっとかけてみます。これずいぶん良くなりましたね。いいですね、これね。じゃあこれがザ・ゴッドパーティクルでどう変わるか聞いてみますか。じゃあ聞いてみます。もう一回ちょっと聞いてみます。これと、うん、ちょっとゴッドパーティクル、ちょっともうちょっとボリューム下げるか。うんと、まあ、あのザ・ゴッド・パーティクルに近いですね。なんかね、11位になってより近くなったような気がしますね。
どんどんねオゾンはこ のアップデートを重ねるごとにですね臭さがなくなってくるっていうかね、もう僕は結構いつもこのなんだろう、音圧を上げるっていうよりは下げる方向に持っていくことが多いんで、パツパツになるんですよね。パツパツっていうかもういっぱいいっぱいをいっぱいいっぱいでやるからあんまり変化なかったんだけど、このオゾン11になってなんかすごくそこら辺は使いやすいですね、これね。うん、すごくいい変化だと思います。うん、ちょっと他のでもうちょっと見てみようか。じゃあちょっとシンプルな曲ね、 OK Google エアコンつけちゃってみようか、これね。はい、リビングエアコンをオンにします。OK Google エアコンつけてるとついちゃうよ。エアコンがねついちゃうんで、これちょっとエアコン勝手につくからちょっとここのところやめて。よく言うと外に吐きそう、外に。じゃあここら辺からちょっと聞いてみますか。じゃあちょっとオゾンをかけてみます。じゃあもう一回ね、リターン。外にいるだけで吐きそう、ちょっとねハイが上がった感じですね。でこれハイが上がった感じだけど、これボーカルバランスが取れるんでちょっと聞いてみますか。ね、ボーカルが小さくなる。外にいるだけで吐きそう、ちょっと CPU が何回もやってるとあれになりますね。じゃあザ・ゴッド・パーティクルで聞いてみます。外にいるだけで吐きそう、うん、じゃあこっちは OK Google エアコンつけ、かなりローっていうかね、下が上がってますよね。電気を消して湯気出ちゃう、記憶飛んで5分外にいるだけで吐きそう、ちょっとゴッドパーティクルの方がちょっとこれに関しては変化が大きい。ちょっと妙な中域が上がってる感じ、なんかね妙な中域が上がってきてる感じがする。外にいるだけ、オゾンのが吐きそう、悪くないですね。じゃあこの夏と最後に、じゃあ夏と影を聞いてみますか。これもフォークっぽい曲ですけど、じゃあまず何もない状態、じゃあこのサビの辺から聞いてみますか。サビここ、サビここら辺か。じゃあザ・ゴッド・パーティクルをまずかけてみますね。離さないでと僕の
やっぱほとんど変わんないですね。あの、まあ、ザ・ゴッドパーティクルかけてるからですね、これ元々のね。じゃあちょ、オゾンかけてみますね。はい、じゃあいきます。ということで、また同じく、オゾンかけるかけないやりますけど、これも先ほど言ったようにやっぱり前回この曲夏色、夏とかげろうは結局ザ・ゴッドパーティクルをかけて出してるんで、オゾンかけても変わんないですね、あんまり。まずこれバイパスね。かけます。もう全然変わんない。まあ、ザ・ゴッドパーティクルが優秀というのか、これ持ってる人はもうこれでいいんじゃないかなっていう気がしますね。オゾン、まあオゾンの方がいろんなことももちろんできるんで、まあでも厳密にね、僕もヘッドホンでしか聞いてないんで、実はね違うのかもしれないし、そこら辺はね好みであると思いますけど、 EDM でこれ読んでんですね。これね、あのオーディオレンズっていうのがついてて、僕はカスタムでこういろんなパターン入れてて、クラッシュとか韓国の、あと青春病、藤井風さんのね。じゃあ例えば青春病でやるとどうなるかと、はい、これ青春病で言ったらこんな感じと。あ、ちょっとゴッドパーティクルかかってるのかな。同じですね、青春病も。聞いてみますか。これで、あ、ちょっと待って、クラッシュで聞いてみると、まあ感じでございました。ということでね、今日は、簡単にですね、オゾン、ね、イレブンと、まあ、ザ・ゴッドパーティクルの違いというか、ね、そういう風になっちゃいなりましたけどね、っていうのをご紹介いたしました。ということでございましてね、もしこの動画ちょっとなんかね、お役に立ったと思ったらとおられましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。